相内誠 VS 我孫子高政。誠、それではただいまよりファイト5、66キロ契約、3分3ラウンドを行います。青コーナー、175センチ、 65.75キログラム、スーパーポジティブモンスター、我孫子185センチ、 65.65キログラム、暴走のバッドボーイ、相内誠。おめでとうございます。お客様にお願いいたします。大きな声を出しての声援をお控えいただきますように、何卒よろしくお願いします。大きな拍手での応援を何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ラウンド、前でね、前でハイパイステップ、いいね、いいね、いいね、1個目、ハイパイステップなんで、蹴ってもいいよ、蹴ってもいいよ。タイムストップ。ただいま口付近に指が入りました。攻撃時に指が入りましたので、選手の状態を確認しました。ただいま確認しております。少々お待ちください。お願いします。再開します。はい、プレッシャーかけていけ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 。
さあ、見事な KO 勝利でした。阿鼻子貴正選手にコメントをいただきます。皆さん、ありがとうございました。いや、もう本当にこの試合が決まって緊張で緊張で苦しかったんですが、まあ、相手選手に相当舐められてどうしてやろうかと思ったんですが、でも彼も彼なりのパフォーマンスでこの大会を盛り上げようとしたと思うんです。なので僕も思いっきりぶつかって思いっきり倒そうと思った結果こうなりました。で、僕には伝えたい思いがあって、40からサッカー選手になって44で初めてリングデビュー、伝えたい思いがあります。何か勇気を出せる人、何か一歩困ってる人、一歩踏み出そうと、何事にも始めるように遅いことはないので、一歩踏み出したら何か変わると思います。そんなチャンスをくれたライズに感謝をします。そしてこのリングに感謝して、対戦相手のアウト選手にも感謝しますし、ここに来てくれた方、コロナの苦しい中で来てくれた方に心から感謝をします。本当にありがとうございます。すみません、最後に阿鼻子といえばっていうのがあるので一緒にやっていただけないでしょうか。3、2、1、バモっていうのがあるので、バモはポルトガル語で行くぞみたいな意味なんで、ぜひ皆さん右手を、手のひらを高く突き上げてください。右手を上げて、で、僕は3、2、1って言うんで、バモで握りしめて胸にしまってください。これは自分の汗の何かを掴んでください。何でもいいです、何か掴めるもの、自分なりの挑戦でもいいので、ぜひ掴んでバモで胸にしまってください。それではいきます。右手を上げて手のひらを大きく、いきますよ、3、2、1、バモ、胸にしまってください。ありがとうございます。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。選手退場。